マリア・ビクトリア・チビテ・ナバスクエスは、スペイン・ナバーラ県、シントル・エニゴ出身の政治家。スペイン社会労働党の地域支部である、ナバーラ社会党所属。2011年から2015年まで、スペイン会議員を務めた。2014年から、ナバーラ社会党党首を、2019年から、ナバーラ州首相を務めている。1978年6月5日、 ナバーラ県のトゥデラ近郊にあるシントルエニゴに生まれた。ナバーラ州立大学で社会学を専攻して卒業した。スペイン社会労働党の青年組織である、スペイン社会主義青年団のメンバーでもあった。2003年から2007年までは、シントルエニゴの自治体議会議員を務め、2011年から2013年までは、バリエデ・エグエス・エグエシバルの自治体議会議員を務めた。 2007年から2015年までは、ナバーラ衆議会議員を務めた。2011年には、スペイン上院議員に当選し、2014年には、上院における、スペイン社会労働党のスポークスパーソンに就任した。2014年12月13日には、ナバーラ社会党の党首に就任した。2015年のナバーラ州議会議員選挙では、ナバーラ社会党の筆頭候補として臨んだが、 この際は、バスク民族主義党などで構成される、ゲロアバイのウシュエ・バルコスが、州首相に選出されている。2019年のナバーラ衆議会議員選挙では、再び、ナバーラ社会党の筆頭候補として臨み、ナバーラ社会党は、ナバーラ住民連合などで構成される、ナバーラスマに次いで、第2位の議席数を得た。ナバーラ社会党の議席数は50議席中11。 議席に過ぎなかったが、首相指名投票では、ゲロアバイ、ポデモス、イスキエルダイコールエスケラの協力を得た。2019年8月2日にはチビテが首相指名投票で、州首相に選出され、8月6日に州首相に就任した。ありがとうございます。